はい、こんにちは。カンピオネの辰巳です。 50m を速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。今日は、質問あったんですけども、ウエイトトレーニングを、しっかりやってパワーがすごく高まったんですけども、泳ぐスピードが全然上がりません、何かアドバイスありますかということについてお伝えいたします。でまず、ウエイトトレーニングね、僕はあんまりウエイトトレーニングがあまりいいし、昔はねようやっとったんですけども、大学時代ぐらいねようやっとったんです。今全然やってないんですけど、ベンチプレス、ネクロンでね、こういうベンチプレスであったりとか、重たいもの担いでスクワットするとかね、そんなんで、筋力をね高めていくっていうやつなんですけども、でまずいわゆるそのパワーイコール瞬発力としたとしたら、一応ね2種類、大まかに言うたら2種類ね、瞬発力っていうのがあって、まず一つは今言うた通りに、どんだけね重たいものをうわって言ってね気合で持ち上げれるかっていうのが、まず瞬発力の主な要因ですよね。でもう一個あって、もう一個は軽い負荷ね、軽い負荷のものをどれだけ早くね動かせれるか、これも瞬発力なんで、でどちらかといえば水泳っていうのは今言うた後者の方のね、軽い負荷のものをどんだけ素早くね動かせれるかっていうの方に近いです、水泳にはね。だからパワーをガッとこうね上げていくっていうのは、すごくこの重たいものを持ってねしっかりやっていくってことはすごく大事なんですけども、それだけじゃちょっとね水泳には活かしにくいので、もしあれやったら軽い負荷のやつを素早く動かしてあげるとかね、例えば鉄アレ持ってガーッとね20秒間ダッシュするとかね、そういったものをやってあげるといいと思います。で僕が前からね言うてるんですけど、基本的に、僕の考えではそのウエイトトレーニングとかの種目を選ぶときに、自分の泳ぎがイメージできるかできないかでね選ぶといいと思いますね。だから僕の場合は懸垂ですよね。バッと持って懸垂をやるんですけども、懸垂は水の中のね牡蠣にすごく、イメージしやすいので、懸垂でそういったパワーね、重たいものをガーッと持ち上げるパワー、主に水の中の牡蠣ですよね。水の中の牡蠣を高めています。で、あとはそういったもう一個のね言うた軽いものを素早く動かすってやつは、ゴムのチューブ引きで実際ねクロールやったらクロールの手で30秒間ダッシュするとか、15秒だけダッシュするとか、そういったものですごく回転数っていうのをね高めて、しっかり両方からね、両方のパワーからしっかり高めて、そこそこね結果につなげてると思ってますので、そういった感じでやってますので、よかったらねそういった懸垂とチューブ引きねしっかりやってみてください。はい、以上です。